リーダー&イノベーション賢者の選択、本日のゲストは反町株式会社代表取締役社長の反町秀樹さんです。さて、非常に変わった言葉、戦略的笑顔、はい、おっしゃいましたよね、はい、これは一体どういう意味なんですか。はい、戦略的笑顔と言ってもですね、はい、相手を騙したりとか嘘をつくというような、はい、そういう意味ではありませんね、お客様の喜びは私たちの笑顔から始まる、はい、我々の経営戦略上重要な、まず最初の第一歩はですね、これは笑顔だって、もう戦略的に捉えて、なんとなく笑顔をしましょうじゃなくてですね、あらゆるシーンでですね、笑顔の練習をして、それをまあ、私どもはそうですね、ソフトウェアを作って売ってるような会社ですけれども、ソフトを作る人も売る人も事務の人も全員ですね、お客様の最高の笑顔ができると、そういうトレーニングを始めたんです。それは戦略です。具体的にはどういうことを決められたんですか。はい、フェイスアップ5という取り組みをしております。まあ、この厳しい世の中、勝ち残る企業というのはしっかり顔が見える企業だと、そういう中で私どもでは5つのなんていうんですかね、目的を、まあ、顔に例えて、施策を打って行動しております。一つ目が顔が見える、はい、これは主体的な行動をどうやって取るかということで、二つ目が顔を上げる、これは未来最新技術にどうやって挑戦するか、そして三つ目が顔を向ける、これは真のお客様主義とは何かというのを追求すると、そして四つ目が顔を合わす、これは社員同士の信頼関係をどうやって作るか、社内でね、はい、そして5つ目が顔を作る、これは、事業部のそれぞれのミッションをですね、明確にするということで、具体的に社員のそれぞれ個人が持っているマイフェイスというミッションをですね、ビジョンをですね、書いたポスターを、笑顔のポスターを作って社内中に貼り出したりですとか、笑顔が忘れないようにですね、笑顔のバッジをつけてみたりとか、名刺は全員笑顔の写真を入れてですね、自分の、なんていうんですかね、ポリシーを書いたりですとか、はい、そして何よりも朝礼でですね、毎日、笑顔のスイッチを入れてですね、笑顔の交換してます。まあね、単に笑顔といってもとても深い思いが入ってるんですよね。ただニヤニヤしてちゃダメだ。そうですよね。でも笑顔を作ることに慣れてない人もいるじゃないですか。はい、そうですね、まあ、笑顔を作るのが一番苦手なのは本当は私でしてはい、会社の中で一番落第生なんですが、まあ、勉強しますと笑顔には3通りの笑顔がありまして、まず何もしない待機の状態 の、クォータースマイル、はい、クォータースマイルは口を閉じて口角を上げてちょっと楽しげにして待機してる。クォーターって4分の1ってことですね。クォーターですね、そんな感じ、はい、そしてもう一つはハーフスマイルですね、はい、ハーフスマイルはお客様と会った時、はい、まあ、お客様と会えて嬉しいと、まあ、これが歯が見えてる状態で、いわゆる笑顔ですね、はい、でもう一つはですね、フルスマイルですか、これ容易じゃないんですが、まあ、これはあれですね、昔からの恩人に久々に会った時、イメージしていただくとあれですけれども、そうですかね、こんな感じですかね、どうもご無沙汰してます声が出ないとちょっとね、辛いですけどね、なるほどね、いや、あえて嬉しいです、全開の笑顔でしたよ、そうですね、はい、それをもう社員の方もみんな一緒にこう練習されると、そうですね、ぜひお二人もいかがですか。やってみます、カリスさん。いいですよ、はい、じゃあまずまずは待機の時の、口を閉じて口角を上げるクォータースマイル、あ、素晴らしいですね、やっぱり白石さん素敵ですね。あ、カリセさんは、カリセさんも今一生懸命、一生懸命やりました、この辺ちょっとピンクが素晴らしいです、はいはいはい、続いて、はい、ハウススマイル、お客様とお会いした時、はい、イメージして、あ、素晴らしいです、いや、お二人とも素敵ですよね。じゃあ問題は最後のフルスマイル、久しぶりの恩人に会った時、遠くから走ってきて、フルスマイルどうぞ、恐れ入りました。ちょっとぎこちない雰囲気が漂っちゃった。いや、まあ本当に釈迦に説法で恥ずかしいところなんですけども、まあ笑顔はテクニックじゃなくて、まあ、あなたと会えて嬉しいと、まあ、クォータースマイルの時も、あ、幸せだな、ありがたいなっていう心で思うこと、で実際にハウススマイルも会えて嬉しい、そういう気持ちでいることが重要だと。戦略的笑顔について社員はどのように思っているのだろうか。私は通常総務の仕事をしているんですが、昨年スマイル推進委員を担当させていただきました。最初は正直笑顔を社員にしっかり広げられるのかなって不安もありましたが、
まず外部の講師を招きしてスマイル研修を受けさせていただいて、どうして笑顔が必要なのかっていうことと、笑顔にどんな効果があるのか、あとどうやったら素敵な笑顔を作れるのかっていうことを教えていただいて、その後私が不慣れなんですけど講師役となって全員に勉強させていただいたんです。以前は他部署のフロアとお話しすることもなかったので行きにくかったんですけど、最近では全員が少しずつ笑顔になってきているので行きやすくもなりましたし、話しかけやすくなったなっていうのを感じます。あと外部のお客様は私受付をしているんですが、その際も笑顔で受付をすると相手の方も笑顔になってくれるので、すごく接客も楽しくなってきました。会社っていうのは同好会と違ってですね、はい、心一つの人たちがみんな集まるわけじゃないわけですよね、はいはい、だからそんな中でこう共通の価値観を持つっていうのは、言うのは簡単なんですけども、実現するのは大変難しいですよね、はい、そうですね、私どもの業界でも非常に熾烈な競争もありますし、うん、実は、ビジネスチャンスもありますが、はい、実は危機感でいっぱいです、うん、危機感を共有した上で、うん、じゃあ前を見て悲観するのか挑戦するのか、うん、じゃあこのチームで行きましょうと、うん、やっぱりそれはただ言うだけでもなくて、うん、みんなで一緒に勉強して、うん、一緒に参加してこうみんなが考えないと、やれって言われたってやる気になるもんじゃないですよね、うん、あれ社員の方のやっぱり価値観の共有、はいはい、これはなんか見える形でこう作られているものってあるんですか。そうですね、社員みんなで集まって考えたものなんですけれども、SG 検証というですね、ソリマチ社員の拠り所となる、バイブル的存在のものを作っております。ちょうど手元にあるんですけれども、はい、非常に字が細かいんですけども、はい、これを社員の方が皆さん、はい、持ってらっしゃる。そうですね、内容をかいつまむとどういう感じのことが書かれてるんですか。そうですね、まず我々が何のために存在しているのか、うん、先ほど申し上げた人のできない、はい、人のやらない、世の中のためになることをやる理念ですね。そうですね、これがやらなかったら我々は存在する意味がないと、うんうん、それから創業理念と、そして創業からの歩みでですね、会社が今まで窮地に立ったこと、先ほどお話したこともありますけど、そういうことを忘れないように、常に見えるように、危機的状況になったこと、それから、SG 社員が目指す人格主義と、我々はまずはお金儲けより先に大切なことは社員が人格主義を貫くことだと、そして、ただ成果を求めるだけではなくてプロセスを大切にしようと、そうですね、約束を守る、嘘をつかないとかですね、これみんな社員の方が持ってて、ね、日々こう見るっていうことができるわけですね。そうですね、それぞれの会社が5年後どっちの方向に向かうかと、全社員が分かるように、これは旗印起承というのが書いてあったりとか、社員がこれから行動指針と言いますけれども、それぞれの会社でやってる良いこと、5分前行動とかですね、ゴミを拾う、お互いを尊重して良いとこ見ようとかですね、そんなようなことが書いてあって、これがですね、ただ書いてあって昭和するだけではお題目ですので、毎朝朝礼でこれのテーマについて話したりですとかね、定期的に、やっぱり合宿の研修をやってですね、このテーマをどうやって仕事に生かすかというのをですね、社員同士で考えて、実際具体的に会社の先ほどの5つの顔に置き換えてですね、施策として実行するというようなことを、いつもやっております。なるほどね。こちらは全国の営業拠点を中心におよそ100人が参加する朝礼。おはようございます。おはようございます。9月24日本日の朝礼を始めます。本日の朝礼当番はシステム開発事業部の小宮です。スマイルスイッチ、スマイル、スマイル、スマイル OK。 続きまして創業理念の昭和です。鳥町キサービスグループ創業理念、鳥町キサービスグループ創業理念。一つ、我々の幸せ目標を達成するために企業を発展させよう。ハイテク部門気象、ハイテク部門気象。私たちは人にない消費自動車感動サービスを追求し、日本一お客様に喜んでもらうことを私たちのことにします。はい、近代行動報告です。3階お願いします。6階は本日渡辺健太郎さんが家庭の事情でお休みいただいています。本日のスケジュールですが、高藤さんが神奈川方面、中野さん、伊藤さん、私が都内の店舗ランドとなっております。名古屋本日、5名全員出勤しております、スケジュールですが、野田マネージャーが、愛知県内サポート、他4名は、社内、業務予定としております。以上です。続きまして SG 検証の昭和です。
本日は SE 社員が目指す人格主義と内部顧客を調和します。 SE 社員が目指す人格主義、社員が一丸となってこの厳しい時代を生き抜くために創業理念や SG 憲章を全員で調和、このように社員が一つになることで会社全体の指針を再確認する狙いもある。いつでも感謝の言葉ありがとうございますを言えるのが自ら幸せになれる SG の A 社員。いつでも感謝の言葉ありがとうございますを言えるのが自ら幸せになれる SG の A 社員。いつもありがとうございます。こうした毎朝の地道な取り組みが反町の大きな原動力となっている。これで今日の朝礼を終了します。今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。正直に言いましてかなり浸透していると思います。反町代表は新しいことが好きですので、最初新しい SG 継承って言って何かなと思ったんですけれども、やってみると意外といいなというのが正直な感想です。この SG 継承自体がやはりこの社員の、社員私だけでなくてみんなのこう拠り所と言ってもいいのかなというふうに思います。会社のロゴもすごく印象深いといいますか、社長もここの背広にピンバッジとしてつけてらっしゃいますけど、はい、四つ葉のクローバーのような形をしていますけども、はい、あのロゴにはどんな思いが込められてるんですか。はい、私ども反町知識サービスグループというグループなんですけれども、はい、100年企業を目指そうと、これ SG の、ロゴも意味してるんですけども、右側は無限大という形を意味しまして、まあ我々の会社がですね社会から必要とされてずっと継続できるように、まあそうですね、社員がみんながこの会社を大切にし100年続ける会社にしようと思ってもらえるような、そんな意味合いを込めてこのロゴを作りました。実はこうするとですね、ここに反町って縦に書いてありますよね。あ、はいはいはい、これとこの002個、これ100と実はですねこれ隠し文字でですね100年続ける会社を作ろうというので、ここにあえて反町と入れたんですね。あ、そういう思いがあるわけですね。思いは強いですよ。反町グループ個々の役割といいますか、はい、今後のどのようなグループ化を目指してらっしゃるんですか。そうですね、はい、私の父が病に倒れた時に優秀なブレーンの皆さんもですねどんどん分社をして分社経営で競争し合いながら我々のグループは成長してきました。今私がグループ全体の代表をやらせていただいてるんですけれども、まあ、この厳しい環境の中の中で今やっていることはそれぞれの会社が個性をしっかり持ってで個性をしっかり持ってる、なんていうんですかね、三角形の中心が、まあ今の SG 憲章ですね、よりどころがつながっている状態でその上に相乗効果を作ると、なるほど、まあ、第三案を作る、まあ、そういう新しい事業をやると、そういうふうに考えております。みんな同じような会社にしてしまうんではなくてそれぞれの個性を生かしながら、はい、まあ、それを強みにしていくっていうことですよね。一つ一つのパーツが強くなることによって全体の価値が出る、そういうグループを作っていきたいと、そういうふうに思っております。では続いての成長戦略を象徴する言葉は何でしょうか。はい、日本を支える 99.7% です。独自の社員教育でさらなる成長を目指す反町株式会社リーダー反町秀樹の次なる成長戦略を象徴する言葉は日本を支える 99.7% その核心に迫る。